はようございます。危険です。ちょっと風強くて多分ボボーン出てると思いますけど、すいません。今日お仕事動画ですけど、今日のお宅ね、久々あの OB さんのお宅へ来ましたけど、こんなお宅です。せっかくだからね、あんまりちょっと見せたらダメなのかもしれないけど、まあダメなのかもしれない、大丈夫か。外観撮る分には全く問題ないと思います。こういうちょっと、ね、変わった形のお宅の、とてもね、外も中も、植栽もね、素敵なお宅です。煙突もあります。トップライト、天窓もあります。素敵な、本当素敵なお宅です。敷地も大きいんですけどね、住宅も普通のうちの 1.5 倍ぐらいあるのかな。でちょっとそこのね、そこに今なんかガラスっていうか透明なね屋根みたいなのがありますけど、そこをポリカですけど、ポリカって、ガラスじゃないんですけど、そういうような視界遮るで、太陽の直射日光も遮る下にウッドデッキあります。はい、まあこういうようなお宅ちょこっとお仕事します。今日から3日間ぐらいかな。はい、ということでやっていきます。はい、ではまた。よいしょ。はい、で、今日なんでお仕事しに来たかと言いますと、以前からね、ここ実はこのお宅の近くにですね、海がありまして、何メートル離れてるかな、100メートル、もうちょっとかな、150メートルぐらいかな、海がありまして、でこう海風っていうか、浜風っていうのかな、風も強いところでね、塩害ですか、例えば鉄製品のところがね、弱りやすいんですよね。なおかつこのお宅は、こういう風に見たらわかると思いますけど、外部にね木が現しなんですよね。で木っていうのは有機物なんで、基本的に言うと紫外線とか水分とか、そういうものに弱いと。でそれを塗膜で、今だったらその塗装ってその浸透系っていうのと塗膜系っていうのあるんですけど、こっちのお宅は昔ね、多分浸透系の塗料あったかないかの時期建てたやつなんで、塗膜系の塗装で補ってたんですね。でそれがね、やっぱり経年劣化で、剥がれていくと、今こういう風に見てるけど、塗装のね剥げた部分っていうか薄くなってる部分がある。でそれとあとここの木の端っこ、この四角いやつね、画面中央にありますけど、その小口っていうんですけど、ここをその木の小口、断面、切断面のところって、もともと木ってその根っこから葉っぱっていうか、根っこからその木の下の地面の方から上の方へその水分を吸っていくっていう習性がありますんで、で光合成で葉っぱから光合成で栄養、養分を貯めて上から下へまた送るっていうような感じになってね、その縦から縦ってその木の小口から水分吸いやすいんですよね。でそういうところでね、こういうふうに板金で覆ってたのが塩害でなくなってますけど、ね、外れて、取れちゃってます。でそこからここ今撮ってるのが午前中ですけど、午前中直射日光当たる、で直射日光じゃなくても紫外線当たってるから、どうしてもね築十何年も経つとこういう風な感じになると、でその小口をどうするかっていう、今日はそういう仕事ですね。はい、簡単なようで、簡単なんだけど結構手間のかかる仕事で、3日ほどかかりますけど、頑張っていきたいと思います。